折本純吉は日本の俳優、ナレーター。本名は中村正明。神奈川県横浜市出身。神奈川県立工業学校卒業。劇団聖杯、BMG メイク2を経て、アルファエージェンシーに所属していた。身長174センチメートル、体重72キログラム、血液型 B 型。晩年は栃木県に在住していた。 放送作家、脚本家の中村由美は娘にあたる。2歳の頃に実母を亡くし、15歳で父を亡くし、以降は義母と生活を共にする。電気会社に勤務後、1949年に新京劇団へ入団し、舞台、破壊で初舞台を踏む。NHK がテレビ放映を開始した直後、ビルマの建とに水島城東兵役で出演。 1954年に対談し、岡田英治、西村明、木村勲、を、高原俊武氏らと劇団聖杯を結成。1980年に解散するまで同劇団の幹部俳優として活動。今井忠氏らに鍛えられ、セリフ覚えの良さからオファーが続き、発酵な父から教師役、小悪党、ヤクザの親分まで幅広い役柄を演じた。沖縄ヤクザ戦争では、 成田美希夫とふする古文の暴走に内心ロろおろするヤクザの親分役を講演した。自身は極端な話、刑事役もヤクザ役もそう変わりはない。人間である以上、内面にはどこか共通する部分があるから、人物像を総合的に捉えれば、どんな役も違和感はないですねと語っている。深作金次監督作品に最も多く出演した俳優であり、 深作が助監督時代から知っていた。身を尽くしにキャスティングされたことで全国に顔が知られることになり、自身もこれを喜んでいたという。2019年3月18日12時2分、老衰のため、入院先の栃木県那須塩原市の病院で死去、92歳だった。役者としての最大のモットーは、台本は現場に持ち込まないことであった。また、亡くなる直前まで、 非常に精力的に活動しており、90歳を超えてからの活躍も目立っており、生涯現役を貫いた。趣味は絵画。NHK 日本テレビ TBS、富士テレビテレビ朝日テレビ、東京はうわう。ありがとうございます。